はい、どうもこんにちは。ヒロはい、ヒロッキーです。今日は車のある部分を交換したいと思います。それがこちらです。こちらはイグニッションコイルです。これがイグニッションコイルってやつですね。エンジン部分の中に入ってます。ヒロッキーの車4気筒なんで4本買いました。この間ね、プラグを交換しました。プラグを交換した時にイグニッションコイルがね、もう焼けまくっててね、あ、これもやばいなと思って、今回はねイグニッションコイルだけを交換したと思います。イグニッションコイルって何ぞやっていう人、簡単に言うとバッテリーの電気のね、電気を高圧電力に変えるやつです。イグニッションコイルと、プラグの交換は大体10万キロと言われています。社外品のやつもねあるんだけど、純正のねやつを買った方がいいと思います。ヒロッキーの車はねもう10万キロなんで、そろそろ買いたいと思います。それではイグニッションコイル交換、レッツイグニッション。はい、交換はね至って簡単です。ステップワゴンの場合はね、ここのねナットを外すだけでもう簡単に交換できちゃいます。車によってね、なんかめちゃめちゃね、なんかあれこれ外さないと取れないよっていうねいう車もあります。まあ、ステップワゴンはめっちゃ簡単なんで、カバーが外れたら次はこのねカプラーをね、ここにカプラーが 1,2,3,4 本あるんで、これ全部これ、これを全部取ります。でね、2番と4番はこのボルトで止まってるんで、これも取っちゃいましょう。はい、取れた。でカップラーを全部抜いて、一個ずつ取った方がやりやすいね。はい、こんな感じでイグニッション4本取れました。新品と比べるとほら見て、かなり焼けてるよね、わかるでしょ。じゃあ戻していきます。グッて差し込んでカップラー合わせ2番と4番はい、つき終わりました何笑ってんの。ステップワゴンだとこんなね意外と簡単です。このカバー外して交換、カップラー外すだけでちゃちゃっと交換できちゃうんですけど、他の車はねこういろんなものを外さないと見えないとかあるんで、その人は頑張ってやってみてくださいまあ2万円したからねこれでもイグニッション高かったから無理やり動画にしようと思って。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれる人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあ次の動画で See you, bye!